騰寸前まで、しないようにしてください、はい、ゼラチンというのはですね80度以上になりますとそこに入れますとどうしても固まりにくいですから80度以下の中に入れてください。カップでも何でもよろしいんですがそこに8分目ぐらい、ついてですねあと冷蔵庫で冷やして、あとはフルーツを乗せていただきたいと思います。